様です。お疲れ様です。ニューカメラ、はい、本日は女カメラマンとどこに向かってますか？岩倉市です。岩倉市、はい、何のために行くんですか？足場の立ち合いだね。はい、今日朝から忙しいよな。そうですね、撮影はなかったんだけど、朝8時半から現場の着工があったんだな。で一緒に、はい、まあ撮影はないけど行って、でこれから岩倉に撮影に行って、またこれ12時半には本社でジムの子たちと打ち合わせ。カメラマン兼社長秘書兼社長の下僕、はい。この1日半ぐらい俺とずっと一緒よって、もう頭おかしくないぞ。はい。言っててもお前、おい記憶に残るじゃねえかよ。私としての方だけじゃないか。で、まあ今日はちょっと何撮るかなっていう感じのとこだから、今日はあのマッチョの、はい、マッチョの現場岩倉で誰があるのかな、ちょっと一回電話してみるよ。はい、お疲れです。現場どう？あと正面だけですね。あ、マジ早いな。もうちょっと久々の足場撮影だね。ちょっと面白いの考えててや。はい。とりあえずそっちの現場行くわ。ちょっと面白い動画考えててよ。つまらなかったらあの片パンっていうことでいいかな。うん、とりあえずもうあと5分ぐらいで着くから。了解です。うん、よろしく。はい、します。こんな動画誰が見たいんだと思う？うん。相手が言って、お前ふざけんじゃねえ。さすがに女だね、食べてんな。まあ、とりあえず行ってみようか。じゃあ現場にワープって言って。現場にワープ。現場にワープ。おでこのメガネでデコデコデコリーみたいなやつだよそれ。知ってるお前？聞いたことないです。え、知らん？嘘でしょ。めちゃめちゃジェネレーションギャップや。おでこのメガネでデコデコデコ。もう裏も正面も全部食うだろ。これは、まあ、こういう外すのが大変だな、いってな。そうですね。他の足場屋さんはちょっと外してもらって。そうそう、普通の足場屋さんというか塗装屋さんだと外注に頼むんだけど、大工さん頼むとさ、バラシもあるし組み立てもあるもんで、2階大工も来なかもん。やっぱ3万ぐらい取るんだわ。そうすると俺はもうお客さんにそんだけ取らないだけど、だったら足場がちょっとやろうっていうふうで、最初はもうみんな猛反対したもんな、お前ら。大変ですもんね。特にこれだって今めちゃくちゃビスついてるんですけど、片面取るだけで 2,30 個あるからね。だけどお前3万と思うやな。まあでかいですね。でかいの。いや、これ直しに来なかった、貼りに来なかったね、足場解体したと。だけど解体の時にこれも貼れば、まあコストも下げれるでしょっていうふうで自分たちでやって。まあ結構だね、足場さんでやってくれるとこもないか、外人頼んだのと。ないですよ、多分自分のとこで今やっとるもんで、うちがやれるっていうのかな。で結構これも大変なんだ、道具いろんなやつもあるんだよな。いろんな種類があるんで、パスポートって外すとこだけで外しとんだ。たまたまさ、インスタで、まあ、あの足場屋さんがなんかフォローしてる、その人のインスタにこういうのを貼っといたんだ。あ、これいいな。10枚でいくらだったの？女の芯があったの？1万円の芯ぐらいだった。本当は外でこれさ、角が取れや最悪足つかんでいいんだな。下がどっち向いてるの？塗るんだ。あ、そうだ。下が塗るんで、うん、逆板入れてなかったら取れなきゃいけない。ああ、そういうことか。じゃないと、濡れんじゃないですか。うん、あの、この角とか。うん、あ、ここの上なの？あ、だからこの辺のところに床を入れてあげたいんだよ。そうそうそう、この高さぐらいに床を入れてあげんと、この角とか、ちょうどこの角のところが濡れんもんで、あ、そうなると、結局上で飛ばしたら下がないので、形作業になっちゃうので、こういうの、もうどうしてもこのね、これが取れんやつとかあったら、あの、サウスパンぐらいだったら取れるかな。あの、プラスみたいなの飛ばして入れると、要は両サイドでもこっちの場合かんよ。ここをさ、これカポートがさ、これ建物よ、外に通るじゃん。外っていうか足がつけんじゃん。わかる、言ってんのかな。これがちょっと中に入っておれば、足がこの通りがあれば、こっちの通りとこっちの通りが重なったところがここだから、はい、出れん。
を要はサンスパークの方まで7200まで飛んどればそのペコがあるからプラス塗装というのはまあ事故ですね。まあ縛っちゃった事故ってあの怪我の事故だけじゃなくて物壊したとかな、まあ、それが一番多いもんで、お前引っかかってへこんでこんなすり傷が絶対ならんと思う。トラックがぶつかったんじゃねえの。トラック止めてないんだよこっちに。大変組んでバラして最初に入って最後にバラ入るね。いやばい。ちなみに砲儀持ってきとる。いつありますよ。どれ出てる。やばい。元気元気だけ絶対張ってけよ。まずみんなそれ徹底させよう。来た時こっち来た時もいいだろう。もうこれから現場に来た時以上に綺麗にする。はい、合言葉言ってごらん。来た時以上に綺麗にする。来た時以上に綺麗にする。はい、どうも。無理してテンション上げてるけどあの動画の差がありすぎるなあ、社長ぶち切れましたけどこの差がだいたいカットされてるな、こういうとこ、はい、意図的に社員に怖い人に作り上げられてるだろう確実になんかその子と俺が28で会うってことかな。そうですね使うしかなくなっちゃうなカット、はい、ラインガイこんな女とラインばっかしてるんで別れたんだけど年下の人が好きで、うん、別れたんだけど別れたんだけど年下の人が好きで俺の顔に年下って言ってたわ21歳でいち脳みそは3歳でいちって言って僕はシャシャでございますアデラシでございますって聞いたら怖くないですか。バレんだろ。はい。バレんだろ。いやバレますよね。バレんだよ。僕のだって1個上か2個上の女だもんね。何歳？多分ね31、32ぐらいですよ。もうちょうどいいよ。俺28で通すわ。通せるって俺。言い張るの俺。大丈夫いける。28だったらいけるよね。ちょっとコメント欄荒れそうだな。厳しいですね。社長28に変装。サムネ決まったわ。まあ、じゃあ女紹介してもらうみたいな。これヘルメットかぶってきていいよ。ヘルメットとマスクしてるわからないよ。わからんだろ。マスクして。コロナなんでって言ったらシコーシコーってマスクして。フルフェイスみたいな。超若い格好してるからバレへんだろ。捕まるっすね、その間に多分。じゃあ今日はまあ久々に現場動画になりましたけど、ちょっとなかなかね、今ちょっと安全なこともあってなかなか撮れないんですけど、またちょっと面白い動画いきたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。何それも結構するしかないな。いつまであれからどうですか。めっちゃ優しいっていうかもう温厚な感じですね。ちょっと日曜日に親にちょっと挨拶行こうかなと思って。まさかお前、はい、大事に持ったぞお前。お父さんお前人生かかっとんじゃん。嘘マジで多分マジで来てる。ちょっと隠れていい。